い、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍されている方の生の声を発信していくようなチャンネルになっております。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとあとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、じゃあちょっと早速始めさせてもらいたいなと思ってるんですけど、今日はですね、国際協力×NGO っていうところでお話しいただこうかなと思ってまして、下里さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと早速なんですけれども、はい、下里さんの自己紹介を簡単にお話しいただけますか。はい、 NPO 法人アラジ代表理事の下里ゆめみと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ実際下里さんが今 NGO の代表理事をされているっていうところで、そもそも国際協力に興味を持ったきっかけからちょっとお聞きしていきたいなと思ってるんですけど、一番最初国際協力に興味を持ったきっかけって何だったんですか？いつも同じ話をするんですけど、今日ちょっと違う話しようかなと、うんうん、ありがとうございます。ぜひお願いします。思ってます。よく思い出してみると、小学生の時から実は国際協力興味持ってたかなっていうエピソードを最近思い出しまして、うんうんうん、最近実家の山梨に帰った時にふと思い出したんですけども、小学生の頃って、今ちょっとコロナの影響とかでないかもしれないんですけど、体育館とかに集まって子供が一斉にこう誰かの講演を聞くみたいな機会あるじゃないですか。はいはいはい、ありました。で、あれで日立建機の社長さんが講演をしてくださったんですね、山梨日立建機、はい、で、その話が本当に子供ながらにすごい衝撃を受けて、で、日立建機って地雷撤去型のショベルカーを開発してるんですよね。あ、テレビでちょっと見たことありますね。めっちゃ有名なんですよ。ゴロ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 ってやつですね。ショベルカー型の地雷撤去機なんですけど、はい、前の方にシャベルがついてて、で、草木を撤去しながら進んでいくんですけど、うんうん、地雷を掘って撤去するんじゃなくて爆破させながら進んでいくっていうタイプで、で、後ろで何をやってるかっていうと畑を耕してるんですよね、はいはい、だから撤去しながら進んでって、それが農作地になるっていう、はい、すごすぎるものを開発してて、確かにいいですね。で、その社長さんがそれを作りたいって思ってカンボジアに行って、で、まず初めに自分が爆破させるって思ってバーンって爆破させた時に耳の鼓膜が破れたって言ってて、確かに、ね、音のことはもう考えてなかったって言ってて、はい、私はそれが ものすごいかっこいいなって思ったし、その音のことを考えつかないくらい爆破させようっていう気持ちがあったんだなっていうところに震えましたよね。もうすごいかっこよかったんですよね。小学生の時にそういう全校集会のそこで登壇していただく方が、そもそも国際協力で地雷撤去の活動をしていたっていうことだったんですね。そうですね。なるほど。実際じゃあそれ聞いて憧れに変わりましたか、それともどういう感情になったんですかね。そうですね、こういうことができる人がいるんだっていうのをまず知らなかったので、うんうんうん、身近に山梨にいるんだっていう風に感じたのかもしれないですね。すごい覚えてましたね。でもその話は確かにそういうのをテレビに見たことあるんですけど、どこで何されてる方ってあんまり知らなかったり僕もしたんで、それが山梨にいたってことですね。そうなんですよね。テレビとかでなんとなく多分見たことあるけど、はい、社長さんは山梨の甲州弁を喋ってるわけですよ。なおさらなんかちょっと新規感湧く。そうなんですよね。方言丸出しだったってことですね。そうなんですよ。そういったところで小学校の時にその講演会を聞いて憧れみたいなところもあったり、すごいなっていう風に感じてたってところが一番最初だったんですかね。そうですね、すごいなっていう思いもありましたし、当時地雷とか爆弾で一番問題になってたのがクラスター爆弾っていう、うんうん、殺傷能力ないんだけどめちゃめちゃ傷だらけになるっていうような、はい、人道的には非難されてるような爆弾があって、うんうんうん、その爆弾をこう受けることによってなくならないんだけども後遺症はすごい残っていくから、うんうん、そういう人が増えることによって経済的なダメージになるっていう経済的戦略みたいなひどい爆弾があって、うんうん、本当にこう世界でこういうことが起きてるんだっていうのを子供ながらに悲惨だなっていうふうに思って、自分にできることないかなって思ったきっかけだったかもしれないです、ね、なるほど、ありがとうございます。じゃあ、はい、国際協力に一番最初に興味を持ったきっかけはそういった講演をされた方が仕事とか何をやってるかっていうところが魅力的 で、 そ、 で、ね、そこに憧れを感じたことが一番最初のきっかけだったんですね。はい、その後じゃあ自分で何かアクションとかってされました？いや、でも何もしてなかったですよね。本当に普通に過ごしてました、ね、子供時代はもう、じゃあ漠然と憧れを持っていたもののまだ自分が何していいかっていうところは具体的にはまだ分からなかったそうですね。じゃあ実際中学高校とかもじゃあ国際協力のは関係ないようなところでずっと勉強とかされてました？そうですね、小学校から中学校2年生ぐらいまではずっと母子家庭だったので、はい、母がずっと働きに出ていて一人の時間がすごい多かったんですよね。一人っ子でもあるの で、はい、でそうすると地域でゴミ拾いとかにも全然参加もしないし、夏休みにどっかワークショップに行くみたいな経験もあまりなかったので、うん、外の世界っていうのを全く知らずに育ったのかなと思っていて、中学校2年生の時
時に母がいきなり彼氏を連れてきて、はい、それが18歳年上の彼を連れてきて、この人と結婚するって決めたらしくて、はい、で中学校2年生の時に今まで2人で過ごしてたんですけど急に3人家族になって、はい、っていうあの経験をしたちょうどその頃ぐらいに、うんうん、とあるテレビ番組を見る機会があって、はい、でなんかその時の私の心境って勉強も難しくてやりたくないし、部活も当時吹奏楽部だったんですけど、はい、きついしやりたくないし、はい、家族も普通の家庭だったらいいのになっていう風に思うこともあったんですよね。そんな時にテレビ番組でシエラレオネの男の子、今の団体名になったアラジ君っていう男の子のエピソードを知って衝撃を受けて、はい、であのだんだんシエラレオネ寄りの人になっていきましたね。そういうことだったんですね、はい、じゃあ実際講演会で話をしている内容から漠然と興味を持って、そのテレビ番組で大きく人生を左右するような出会いになったって感じですね。そうですね、もうこのテレビ番組見て本当に人生変わっちゃったっていう、うん、なるほどですね、感じだったと思います。実際その時に見てるのってそんなに今よりも知識はないじゃないですか。その時はどういう感情で見てたんですか？かわいそうとかそういう感情だったんですか？まず知らなかったっていうことに対してちょっと罪悪感みたいなものはありました、うんうん、シエラレオネで内戦が始まったのって1991年で、はい、私が生まれた年だったんですよね、うんはい、終わったのが本当につい最近の2002年で、うん、今まで高校で歴史の勉強とか世界史の勉強とかしてきてるんだけど、その勉強してきた間に起こっていた内戦を私は知らないし、うん、こんな悲惨なことが起きているところがあるんだっていうことを知らなかったってことに対してもすごい衝撃を受けましたね。確かにそうですよね。日本に行ったらあんまりシエラレオネの話もしないし、特にそういう内戦の話も具体的な内容ってあんまり出てこないですもんね。そうなんですよね、うん、本当に日本は平和だなって思いますそうですよね。じゃあそれがきっかけで国際協力の道っていうところにどんどん入り始めると思うんですけど、それがきっかけで大学専攻とかも何か左右したりしたんですか？そうですね、特に将来の夢とかは決まったものがあったわけじゃないんですけども、はい、やっぱりその映像がすごい衝撃だったので、大学どこにするって迷い始めるまで毎日のようにその番組を思い出して、もう本当に自分は勉強したいって思ったこともなかったんだけども、教えられない男の子のアラジ君がすごい貧困家にいるんだけども勉強したいって言ったこともすごく忘れられなくって、自分はもっと頑張れるんじゃないかっていう風に思うきっかけにもなって、はい、大学は国際協力が専攻できる町田にあるオービリン大学っていうところに進みました、はいはい、あ、そうなんですね、はい、実際そこのお話もちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、はい、大学で国際協力専攻って具体的にどんな授業とかどういうことを学べるのかってちょっと聞いてもいいですか？オービリン大学ってちょっと特殊で、うん、リベラルアーツ学群っていうものがあって、はい、下があの学部じゃなくて専攻っていうので。あ、そうなんだ。そうなんですよ、履歴書とか書くのすごい大変なんですいや、めちゃくちゃ大変ですね普通であれば学部、学科があるって感じじゃないですか？部を消して自分の専攻を書くっていうような、はい、あの感じなんですけど。そうなんですね。で、国際協力専攻っていうのは、うん、いろんな授業があるんですけども、はい、NGO 論とか、はい、NPO 法とか、あと国際法とか国際協力にまつわるいろんなコンテンツがあって、うん、その専攻を完成させるために必須な単位がいくつかあって、うんはい、でそれが日本にある NPO とか、うん、国際支援をやってる組織とかに、うん、こうインターンに行った単位と現場に行った単位っていうか、はいはい、大学が主催するスタディツアーに参加して、はい、そこに行って研修を受けたっていう単位が必要なんですよ。あ、すごいですね、はい、なんか通常他の方のインタビューとかさせていただくときは自身でお金出して他のスタディツアーに参加したりとかそういったところがあったんですけども、それはそもそも単位に必須要件であるってことなんですね。どっちかに行かないといけないんですよ。そうなんですね。え、どちらを選ばれたんですか？あ、どっちも行きましたね、うん、大学1年生の時に、はい、バングラデシュ研修っていう研修に行って、うんうん、でそれもすごい衝撃でしたね、うんうん、海外初めてだったんですけど1日目にゴミ山に行ってすごい衝撃を受けて。そうなんですね人口密度がすごいですよね、バングラデシュって。なので人がたくさんいるので本当に一歩外に出るのも大変で、うん、先生が道路をここ、はい、ここに今から命がけで渡ってくださいみたいなそういう研修でしたね。あ、そうなんですね。ちなみにバングラデシュに行ったことが初めての海外ですか？初めての海外です、ね、すごいバングラデシュ初めての人結構いたと思いますよ。そうなんですね、みんなお腹壊してましたけどねえ、春里さんはお腹壊しました？私熱が出たりとか。あ、やっぱそうなんですね。したんですけど、うん、オービリンの先生って結構在韓から来てる方もいて、うんうんうん、落ち着いてました、ね、先生たちはもう先生たちはもうどっしり構えてなんとかなるわみたいな感じだけど、ね、学生の人たちからしたら初めての方もいらっしゃるんで、そうですね、結構大変なところもあったって感じ
ですかね、はい、あのバングラデシュってブラックっていう世界 NGO ランキング1位の NGO があって、マイクロファイナンスについていろいろ学んだりとか現場見に行ったりとかっていうこともしたりとか、はい、で、まあ、今もこう日本で一番歴史が古いって言われているシャプラニールさんはバングラデシュとネパールで活動してやってるんですけど、はい、バングラデシュの現地事務所にお邪魔させてもらって、でそこで初めてバングラデシュにずっとこう滞在してるシャプラニールのスタッフさんと会ったんですよね、はい、でその時の私って大学1年生で、国際協力してご飯食べてる人がいるとか給料もらってる人がいるって思っちゃったんですよね、はいはいはい、なんかすごい憧れだったし、えどうやって生きてるんだろうみたいなところから始まって、でその時に初めてフェアトレードっていうものを知って、寄付をもらったりするだけじゃなくて対等のビジネスとして環境を良くしていこうっていうようなこともやっていて、すごい憧れの的っていうかもう、はいはいはい、でそこから大学3年生の時にインターンをシャプラニールさんに招きました。あ、なるほど、ありがとうございます。じゃあそれを終えて日本に戻ってきて、日本の NPO インターンとしてシャプラニールさんにインターンをさせてもらうというところが始まるってことですね、はい、ありがとうございます、はい、ちょっとじゃあ次回の動画ではシャプラニールさんでどういうインターンをしてたのかっていうところと、特定非営利活動法人の設立のきっかけっていうところもちょっとお聞きしてみたいなと思っております。はい、わかりました。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。